4年に一度の僕たちの誕生日。シン、一緒に楽しい一日を過ごそうね。それじゃあ皆さん、いきますよ。せーの、乾杯。4年だって。4年経っちゃいましたか。僕たちも本当に毎年、大体1月ぐらいになると、はい、アップし始めるんですよ。そろそろ来るぞみたいな、ね、誕生日ムービーのやつ来るぞみたいな。そろそろ準備ずっと続けさせていただいたっていうのはありがたいし、はい、で毎年やっぱこの上映会があると、その皆さんが新トレイを祝いで、そう、来てくれてね、来てくれてるっていうのは本当にね、それが4年も続いたらすごいありがたいですね。一瞬忘れるんですよ、自分の誕生日を。でもツイッターとか見ると、あ、ジュータ君誕生日、あ、俺も誕生日じゃんみたいな。タスク君とか、そう、すごくタイガーのね、ね、これどうやって大人だから歌うのかなと思ったら、こうリハでタスクがこうなんかこうやってやってたの見て、すげえってなって、スタンバイした後にハッてこう緊張しちゃったんですよ。緊張しちゃって一瞬こうジュンタ君のところに行って、はい、ごめん、あの人っていう字3回書いて、アドリブなんですかね、22世紀まで待てないぜとおっしゃっています。これ、嘘偽りないですか。嘘偽りはない。なんで疑うんですか。バイバイ。あれ、そういう人だったら